やっと誤解が解けてよ。一旦俺らのことは後回しにしてくれるってよ。後で弁護頼むぞ。八神さん。翔野。止まれっつって止まるやつじゃねえだろう。この それは、ええ、アドデックナインです。まだ死なないでください。おい、何するんだ。完成したんですよ。僕のやれる全てを注ぎ込んだんです。今度こそ間違いない。だから最後にこの新薬が完成したという証明を。そうやって何人殺してきた。でもおかげで何百万、何千万の人が救われるんです。だから罪もない女の子まで殺した。ん？何度も体を刺して火までつけた。その罪を着せられた大久保君は今も死刑囚でいるんだ。僕だって殺したくて殺したんじゃない。アドデックナインを作るために、世界を救うためには仕方なかったんだ。実はアドデックナインからは人体への毒性を消すことはできません。翔野君は私にそう言いました。それが何人も実験台にしてたどり着いた結論だそうです。つまりアドデックナインは失敗です。しかし彼は誰にもそれを言えずにいた。すでに何人も死なせて、その全てが無意味だったと言い出せなかった。あなたがその話を聞いたのはいつですか？つい先日ですよ。それを聞いて私はこの法廷で証言することにしたんです。
世界を救うためには仕方なかった。違うだろ。お前がエミちゃんを殺したのは自分の保身のためだよ。世界を救うのが目的なら、アドデック9の研究は他の誰かに引き継ぐことだってできたはずだ。僕が研究してきた薬だ。僕でなきゃ完成させられなかった。じゃあ今証明してみせますよ。僕の考えた薬が正しいこと、僕のやったことが正しかったってことをね。おい、僕の母は認知症になった祖父母を長いこと介護してた。それを最後まで看取った後、気が抜けたように倒れて死んだ。僕だってアルツハイマーに大事な家族を奪われた一人なんだ。でもこれでもう同じ悲劇は二度と起こらない。僕が研究者になったのも、この薬の開発を手掛けたのも、神様が授けた運命なんですよ。9の副作用は被験者に激しい頭痛を起こさせ、その眼球を青く染めます。そうなってはもう助からない。青くなるのはアドデック9に由来する毒素がたまるためだと翔野君は言ってました。それは紛れもない人体実験の物証となってしまう。だからカムロ町で見つかる死体からは常に眼球が持ち去られていた。それらは全て翔野が処理していました。